こんにちは。こんばんは。カラー全部紹介どこ行ったのですか。どこも行ってないよ。どこも行ってないですよ。気が向いたらやります。明日やりますね。じゃあ明日やります。髪伸びたよね。リュマツも今やってる。え？インスタ？インスタじゃない、あれ YouTube の方っすか。あ、音、僕も今日バドワイザー買いましたか。乾杯。これからお仕事どうされていく？いや、もうやなるようにしかならんですよね。最善を尽くします。でもそれは別にいつも一緒です。弟はアーカイブ残すだろうから兄の方に来ました。うちの弟もやってるんですね、暇だから。常にアルコール入れてます。そうです、アル中なんで。あ、玉島さんこんばんは。お風呂入って酒飲んでるっす。弟さんとインスタライブでコラボ。あー、じゃあ弟に行ってきてよ。行ってきてよ誰か。じゃあ行ってきてよ誰か。その僕は今連絡できないんで、誰かさ、その弟が、うちの弟がやってるさ、ライブのとこ行ってさ、なんか今兄貴がインスタやってるんで、コラボしてくださいっつって。で、あいつが乱入してきたら、まあそれは成立します。それ次第です。酒ヤクザというかアルチューですね。ワイン以外、ちょっと一回今ワイン小休止してます。弟が嫌？じゃあ無理です。はい、ちょっとビビってますね。はい、嫌われてます僕は。嫌われてるんで。はい、まあ僕は別にどっちでもいいんですけど、でもなんかこの通画面で何話すっていうところもあるけどな。やる？あ、本当。まあ別にやるならやるで。でもあれじゃないですか、サービス精神というか、
ね。暗い、確かに暗いな。暗いです。まあ、どうやって減量、別に僕減量しようと思って減量してないんですよね。お酒飲まへんの飲んでます。とりあえず。弟来ます。あ、本当ですか。僕らね、ネットを介してじゃないと話せないんですよ。話せないんですよ。はい。ネットを介してじゃないとコミュニケーション取れないんで。でも1対1よりマシですね。皆さんいるから。皆さんいるからまだマシ。なんか気まずくなったら皆さんトピックください。そうなんですよ。バーチャル兄弟なんで。酒買ってくる。酒買ってくるんだ。酒かいて5分じゃ絶対無理でしょ、多分。実家から5分圏内に酒買えるところないよ。 ないぞ。酒を今の時間に買いに行けるところないぞ。家暗い。ちょっと今あんまりパキパキに明るいのがちょっと嫌なんで、時間帯的にパキパキに明るいのもちょっと。電気止められた、いや電気止められたらもうこの明かりすらなくないですか。真っ暗じゃん。暗い方が目にいい。本当ですか。僕もちょっとそういう気分でもないんで。ちゃうな、価格がちゃうな。新居生活は満喫してますね。どうですか？もうずっと家にいるんですけどね。新居には慣れ、めっちゃ慣れてる。めっちゃ慣れてるよ。めちゃくちゃ慣れてるよ。すごいエンジョイしてます。万番って何？万番って何？
髪の毛ルローニケンシン意識してますか？してないわ別に。マンバンは髪型の一つ。知らない。どういう髪型？ちょんまげみたいなやつ。どういうこと？こういうこと？こういうこと？谷さんとひまわりさんインスタライブやって、あ、そうなんだ、知らなかった。サイドと後ろか、あー、それをマンバンっていうのね。あ、なるほどなるほど。ここね、ここ刈り上げてね。あー、それマンバンって言うんだ。ナス D、 ナス D はさ、ナス D はこうじゃない。ナス D はナス D はこうでしょ。ドレッド、ドレッドはやらんな、ね、やった後大変そうじゃん。手やってる途中も大変そうやだし、だし。あ、来たな。こんにちは。あ、お疲れ様です。え、話すことねえんだけど。いや、だって呼ばれたんだけど。いや、ちゃうちゃう、なんか弟もライブやってますよとか言って、うん、タレコミが入って、いや、だったらワン、なんかそのここワンチャン来たらいいんじゃねっていうこと言ってみてくださいよって言ったら、本当に言ったやつがいて。そういうことか。そういうことだ。なるほどね。うん、でも見てる人はおもろそうだよ。ウケるなー、陰と陽で。ウケるなー言ってるんで。っていうか、なんだかんだ、なんだかんだ、俺ら兄弟のこと好きなやつめっちゃ多いよ。どういうこと？え？なんだかんだ、俺ら兄弟のこと好きなやつ多すぎ、この絡みが好きなやつがめっちゃ多いと思う。なんか、絡みってでも気まずそうにしてるだけだけど。いや、それも含めてや。ああ、それも含めてのなんか一個のもうコンテンツみたいになってて。ああ、まあ確かにな、気まずそうにしてる人なかなかいないもん、逆に。でも単体よりも絡みの方が好きっていう、この空気感。あ、確かに、まあそれが結構好きな人多いらしいから。なるほどね。うん、本当はめっちゃ仲いい。いや、それないな。それはないな。それはないっすね。それマジ言われんだけど、ビジネス不仲なんじゃねえかとか言われるんだけど、
マジで仲良くないよ。うん。仕事の話しかしないもんね。うん。そう、もう話すことないもんね。仕事の話しかしてんよ。うん。確かに。うん。業務連絡しかしてないからね。いやー、これガチだからな、でも。うん、マジそうだよ。あれやれ、これやれみたいなね。あれやっといて、これやっといて。これどうすんの、あれどうすんのみたいな。うん。本当にそれだけだな。でも、なんか逆に、元から仲良かったら、変に忖度すると思うわ。ああ。そう。なんか仲悪くなっちゃうんじゃないかとか、言いづらいな、みたいな。友達みたいな。そんな、だら俺ら失うものがないからさ、そこのところで。マイナススタートだから。そう。そう。だからなんかもう別に俺、お前に嫌われるとか別に何も、なんかそういうのないし、関係性が気まずくなるとか、一切気兼ねがないからな、そこに関して言うと。確かに。だから別に何言おうが、フラット。あ、ちょっと一つ聞きたいことがある。どうぞ。あの、給料体系。給料体系？どう、なんかどういう、どんな感じで決めるのかなっていう。ああ、それは基本的に俺と一緒よ。つまり、俺って、今、例えばもうシーズンごとに査定があるのよ。だから半年に1回ね。うん、だから、俺の今の給料っていうのは、19年秋冬の結果が反映された給料を今、僕はいただいてる。ああ、なるほど、なるほど。わかる？で、次のシーズン、20年の、今 20SS だけど、20年の秋冬の時にもらえる、いただける給料っていうのは、20SS の結果が反映された給料。うん、はいはいはい、1個前のシーズンの時にどうだったかっていうのを、まあ、社長と今こうあの評価してもらって決まってるっていう、それと一緒よ。え、じゃあ初任給はどうなってるんだ。初任給は正直俺のさじ加減。そうだから本当の勝負っていうのは 20SS の半シーズンね、ワンシーズンを見た時にあなたこれだけこうやりました。自分の担当ブランドどれだけ、消化率どれくらいで、どれくらいやりました、うん。それが次の時にやっと反映されるっていう。そういう感じ。そう。だ初任給は、まあ、あくまでも、もう、なんていうかな。ビギナーズラック。なるほど。まだガチガチの実力が反映されるわけじゃないってことか。まあ、まだね。まだわかんないから。だから、言うてお前もバイトで入ってるから、まあ、昨シーズンか。昨シーズンの半年くらいバイトでやってるから、それと、まあ、今月と、見て、うん、まあ、まずはこれくらいで始めましょうを決めて、うん。で、その後は、もうその結果次第というか。はいはい。そうそうそう。ああ、なるほどな。うん。まあ、とりあえず、じゃあ、来月の給料日に分かるって感じか。来月の給料日に、そう、だとりあえずのその初任給は。うん。ああ、なるほど、なるほど。そう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 。よしよしよし。そういう感じで、やりますっていうのを、こういう形でお伝えするという。僕初めて聞きましたからね、給料体系に。確かに言ってなかった。確かに言ってなかったな。とりあえず、今月の売上と取り組みで評価するっていう、まあでも同じようなことから言って。まあまあまあ、そうですよ。それが、毎月毎月毎シーズンっていう感じ。ああ。だから今の頑張りっていうのは次のシーズンの跳ね返りに影響してくるっていう。は
ああ、はいはい。なるほど。そういうことよ。あ、なるほどね。そういうこと。ああ、理解した。うん。まあでも、一つ言えることは、頑張ったら頑張った分だけは評価するっていうのは、もう俺が社長にも、社長と話して決まってることでもあるし、うん、それはお前も一緒っていう。うんうん。そういうことする。あ、なるほどね。ね、何がおもろい、そんなに。いや、インスタライブで業務連絡すんのっていうコメントがあったから。まあ確かに、今気づいた、俺そういえばそんな話してなかったなと思って、初任給をいくらにしようかなっていうのは俺ずっと考えてたけど、もう言うて、今月もあと10日くらいで終わるから、うん、どうしようかなっていうのは考えてて、まあそれも社長とあの話さなきゃいけないけど、確かにその評価の基準というか、そういうの話してなかったな、確かに。うん。そうそうそう。あ、そういう感じよ。うん。頑張ったら頑張った分だけ。今月は、まあ、最高を目指してますから。あと10日で、ね。過去最高。あと10日で。うん。いや、サイズを作ってほしい。あとでも、今、あと100何十万ぐらいでしょ、きっと。いや、わからん、俺は。俺はわからんけど、俺はなんかもう、グロスの数字しかよくわかってないけど。まあ、あと100、確か40、50ぐらいだったはず。あ、でもそれ、いや、俺は、具体的なその売り上げの数字を今までライブとかやって今月どうですか売り上げどうですかとか聞かれた時に俺一切答えなかったの。ああ。なんでかっていうとお前が発表した方がいいかなと思ってたから。ああ。具体的な数字はね。あ、もう僕だから普通に言っちゃってるんですけどね。お前言ってんの？大体ね。大体か。なんか今月1200万目指してて。あ、そういうことね。そうそう、大体今、まあ、でも一回しか行ってないけど、確か。だから俺はそこは別にお前に任せるけど、俺の口からなんか言うのは一回止めてたのよ。で、お前それ平気に言ってるからいいのかなと思ったっていう話。ああ、なるほどね。まあ、そうそうそう、まあ普通に言っちゃってるから。どっちもいい。どっちもいいんだけど。はいはいはい。そうそう。あ、じゃあ行ったらいいや、行ったらいいや、今。行ったら、だから残り100、だから今日ってか、今まだ発送できてないやつを計算できないけど、あと100、5、60くらいのはず。確か100、5、60で、今までのハウデーの、今までのハウデーの月の月商の売上ベスト更新するっていうことです、うん、でしょ？そう。今までの最高は、1100か。なるほどね。まあ、て言ってもだよね。今月は別注とかあったし、なんか。いや、まあ、別にそんなのはどうでもいいんや。まあ、数字として。別注があろうが何があろうが、結果は結果というか。まあまあまあ。まあまあまあ。なんで皆さん、まあいいや、ここで見てる人だけには言っとけばいいと思うけど、こういう状況下でハウデーはハウデー史上ベストを狙いにいってるっていう状況なんですよ今。もうすでに現時点で1000万売ってて、そう、あと150万くらいでベスト更新しますねっていう今状態にいるっていう、それがうちの状況です。うん、ありがたいことに、うん、そうなんですよ。いやー、達成したいっすねやっぱ、うん、いや達成しなくてもしてもお前はどうせ今月の末には、今月初勤務し始めて初めての月で1000万超えましたっていう動画は
あげてくもうここでネタバラシされちゃってる。あげとけ。まあでもそっか、もう今、そっか、もう超えてるか。今1000万超えてるんで。多分、うん、こういう個展で、セレクトショップでって考えたら、日本で5本の指以内に入ってるぐらい売ってんじゃない？今の状況でね。あ、4月の売り上げでって言ったら、4月で1000万売ってる店なんて、日本全国探しても多分 5本も、5点もないと思うで。まあでも去年の売り上げ見たけど、なんかやっぱ4月だと落ち着き始めるよね。そうね、入荷が落ち着いてくるからね。うん。そう。確かに確かに。お、昨日買った。ありがとうございます。なんだろう。まあでも、勝負は5月以降です。確かに。そう、本当にきつくなってくるのは5月以降なんで。いや、5月はやばいね、きっと。6とか。いや、6はまだ立ち上がりがあるから。あ、マルジェラとか、ニュースは作れるけど、5月って立ち上がりもないし、入荷もないし、うん、じゃあ何かあるかって言われたら、っていう、5月。見せどころ。頭をフル回転させてやっていかないと。ああ、なるほどね。まあそうだな、確かに。まあでもとりあえず今月それだけ結果出てるって。素晴らしい。マジでグッジョブだと思います。うん、まあやれることはやったはず。いや、まだあんだろ、10日間。いや、あるけど、今の時点で、ね、今の時点でやれることはやってきたと思ってる。あ、だからそうだな、5月1個ニュースあるとすれば、政府の10万給付でどれだけいけるか。ああ。そう、それで、まあ、一般的な日本の国民の皆様がどれだけ消費に意欲を持てるかどうかが鍵じゃないですか。うん、確かに。そっか、そっか来月っていう話だもんね、一応。そんな気がする。確かに。かなということで、別に話すことないんで、もうこれ以上。なんか皆さんのコメント。うん。はい、まあでも10万はもしもらったら使わないとっていうのはもうあるけどね。うん、だって使うための10万でしょ。俺も使うけど。はい、皆さんよろしくお願いしますね。貯金しても意味ないんで。はい。あ、ちょっとプリズマの事件覚えてますか？プリズマ？うん。プリズマ？何それ？あの、僕の昔大切にしてた遊戯王カード。プリズマ？うん。まあ、エレメンタルヒーローなんだけど。僕この間破かれたっていう話をしたんですよ、いつか。プリズマ、うん、あと少年ジャンプがビリビリに破かれてたっていう。いや、わからん。いや、ジャンプを破いた記憶はあるかも。でもそのプリズマっていうのはちょっとわかんないな。いや、その時一緒にね、遊戯王カードも破かれてたんだよ。一応全然覚えてないわ、それは。ジャンプを覚えたのはなんか覚えてるかも。あれは、なんでだっけ？いや、わからん。なんか受験期で切れてたみたいな感じじゃなかった。高校受験か、そしたら。ま、多分。そうだな。うん、僕、
デュエルディスクだったの、小学校の。遊戯王カードなんかやってるくらいだから、小学校やな。うん。そうだ、じゃあ。受験勉強やってて、お前が うるさかったんだよ。ああ、やっぱそうか。多分僕、それが仲悪くなった一番初めのきっかけだと思うんですよね。いや、俺はわからん、それは。それが？それだと思う。それで。いや、それでだと思う。それは確かに点としてそういう事件があったっていうのはお前の中で印象的に印象づいてるかもしれないけど、うん、正直な話だってその中3でやろ、高校生に上がろうとしてる年齢のさ兄とさ小学生の子供あのね弟でさ仲良くなるかっていうその時期的な年齢的なところもあるよ。なあ、まあガキだからね。ガキもあるしさ。まあ、わかんない。それがきっかけ。いや、それと多分あと上京してもうなんか一切関わりがなくなったっていうのはある気がする。あ、なんか俺なんかこれ決定的なきっかけとかわかんないけどな。僕はそういう認識した。これがっていうきっかけは別にあんまないな、俺は。なんかもう自然に。ああ。自然に。そこはちょっと認識の違いか。お前わかんねえな。え、でもさ、俺覚えてんのは、お前、上田高校行けっつったの俺だろ。こういうアドバイスしたの覚えてるね。そうそうそう。俺、染め岡高校つくそみたいな高校行って、後悔したから、お前はとりあえず上田で一番頭いい上田高校はとりあえず行っとけよって言って、俺覚えてる。やれたっけか。このアドバイスしたのはめっちゃ覚えてるわ。僕、染谷かでも迷ったんですけどね、最後。だから、俺は染谷行って、後悔したから、いや、とりあえずこの辺だったら上田行っとけ間違いないからって言ったのは覚えてる。言われたら言われた気もするわ、うん。俺はそれはめっちゃ覚えてる。言われた気もするな、確かに。とりあえず、うわ、言われたか。それは覚えてるよ。だからとりあえず上田行っとけ、お前はっつって。変なとこ行くなっつって、染谷もクソだから、この辺だったら絶対上田行っといた方がいいぞっていう話はした覚えはある。なあ、たか言われた記憶あるな、確かに。だそれくらいまではまだコミュニケーションあったんじゃない。そのだってその受験がとかいう話じゃない。俺が高校生になってから。でも僕が中3の時ってもう東京に行ってんじゃないの。違うか。東京行ったか俺。それが中3になるタイミングが帰省した時とかから言われたの。だな、だとするとな。うん、まあでも確かにな、俺が大学行ってから全くかかりねえからな。それだと思うね。そう、僕はその事件から早く出てかないかなってずっと思ってたんですよ。早く上京してくんないかな。家をね。そうそうそう。俺だって出てきたかったよ。そういう、そうなんですな。年の差もあるか、やっぱ年の差と上京してからタイミング、うん、まあ確かに上京し、俺が大学行ってから確かに大学行ってからなんかまともに話した覚えねえな。うん、確かにそうだ。何歳差ですか？4歳です。うん、そうだわ。その後、だからまともに話したっつったのはあれか、就職どうすんだみたいな。東京駅で会った時のやつ。俺がパリ行く前な。ああ、あん時だ。そうだそうだそうだよ。あん時であれが運命を分けたな。マジで。マジで。あれはなんでだ。12月くらいか、確か LINE 来たの。1月、あ、わかんない。いや、その前、じゃあその前にも、
お前は俺がハウデで働き始めた後に帰省したなんか夏休みかなんかになんかご飯行こうみたいな連絡来て一回飲み行ったよ長野で。それはあった確かに。でその時になんかどうすんだみたいな話はした気がする。ああでも全く何も決まってなかったんでその大学 3年4年わかんないけど3年だわ、うん、でその年のあ違うその次の年かだからあれが大学3年の多分夏だわ。夏休み帰ってきた時にそういう話して、でその次の年の多分1月とかだわ。うんそうだね。東京駅で、ああ飯食いながら俺がパリ行く前に。え、じゃあもうあの3ヶ月後に3ヶ月、うん、まあまあまあ約3、4ヶ月後。あ、そっか。3、4ヶ月後だな。え、あの時にもうやるって言ったんだっけ？言って、え、どの時？え、その、東京駅の時。は、あ、あの時には言ったんじゃん。あ、もうやるわって。1月な。働くわっつって。俺がパリ行く前な。そん時か。その時にお前どうすんだっつったらなんかよくわかんねえこと言ってて、よくわかんねえこと言ってたよな。よくわかんねえこと、なんかどっかのなんかどっかの企業一回入って転職してセレクトショップのどっか入ってバイヤーやるとか言う。あ、まあまあそんなようなことは言った方がいい。よくわかんねえこと言ってて、だったらっていう。ああ、そうだ言ってたよ。だったらうちでやれば1年目からバイヤーできるぞみたいな。そう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 。じゃあ俺は明確にお前がこういう業界でこういうことしたいっていうことがあるんだったら別にそこ行ったらいいなと思ってたから、うん、なんかでもそうでもないのになんかよくわかんないこと言ってたから、でしかも最終的にファッション業界に戻ってくるみたいなことプランを言ってたから、あ、いやだったらな。まあまあ確かにね、言ってた、変なこと言ってた。よくわかんない、ブレブレのことですって。うん。何にも決まってなかったから。そう。で、うちで働くか、つって、で、働くなら、YouTube やってもらうぞ、みたいな話をして。うん、そうですね。そしたらお前なんかもう、それの覚悟はあるみたいなこと言い出して。言ったっけそんなこと。そう。そんなこと言ったっけ。そう、言ってた言ってた。まあまあまあ、それだったらそのつもりは、その覚悟はあるみたいなこと言ってて。言ったか。で、とりあえず、あ、そうかと。そういう覚悟はあんのかと思って。じゃあチャンネルだけ作るだけ作っとけよっつってチャンネルは作らせて、でじゃない。でもその時僕言われたの覚えてるのが、とりあえずお前坊主にして髪の毛蛍光色にしろみたいな。言った言った。うん、なんかそれインパクト、それも条件のうちみたいな最初言われて。いや条件までいかないけど、まあ、とりあえず覚えてもらいやすいからキャッチーだから。そう、キャッチーなルックスで、いやお前坊主で、坊主でなんか髪の毛蛍光ピンクかなんか蛍光イエローみたいになったら、なんか蛍光グリーンみたいになったらキャッチーかなと思って。それだけは渋って結局やんなかったですけど。結局やんなかったけどな。結局やんな、それ。それはやんなかった。あと何か言われたんだよな、なんだっけな。あ、で、そう、僕、チャンネル作れって言われて、僕、チャンネル作って、で、なんか、その、ハウで入る前までに登録者増やそうと思って、独自に。ああ。その、なんか、兄貴とか関係なくね、個人の力で伸ばそうと思って、僕、一本ね、伝説の、まあ、今、非公開か消しちゃったけど、動画一回上げたことあって。うん、1週間再生回数12回とかのクソ動画上げたんですけど、結局そうダメで、なんかその時 YouTube 舐めてて、なんかいけるかなとか思ったんですけど、なんか
撮り始めたらね、めちゃ緊張して、結局なんかめちゃ酒飲んで撮ったけどみたいな感じで、なんかそう、 YouTuber ってすごいなっていう。え、何の動画？うん？何のな、どういう？あ、それはあの、なんかそれちょうど確か2月、3月か2月くらいで大学の成績が出るっていうのを、はあはあはあ、取るっていう。なそれ。ファッションは何も関係ない。何も関係ないけど、なんか、中大だし、捨て上げいたし、いけるかもな、みたいな感じで、やったけど、全然ダメだったっていう、ことがあったで。そういえば。これは。それは知らんかったわ。うん。そう、本当にクソ動画です、あれは。そういえば。で、3月やな。3月に帰ってきて、東京からもう引っ越して帰ってきた次の日に出勤だったんだよ、確か。あ、そうだっけ。うん。もう覚えてないけど。そう、もうすぐのすぐだった気がする。うん。それで、新メンバー加入しますみたいな、俺のチャンネルで発表して、うん、弟ですみたいな。3月22か23とかか。そういや。そっからですわ、人生が狂い始めたの。そうですね。ロッキーなんで。ロッキーの時間2日くらいだったけど。確かに。すぐ帰ったから。ロッキーでしたからね。懐かしい。いや、最初分かりづらいと思ったよね。リュウとリョウで。まあ確かに。確かに。だから、あえてロッキーの方がいいかなと思ったんだけど、普通に多分なんかあんまり評判良くなかったな。懐かしい、そういうことあったわ、そういえば。ロッキーにしろっていうのも、あれだっけ、その1、あ、それは違うか、東京駅でではないか。ではないな、その後だな。東京駅ではなんかとりあえずお前うちに入るかっつったら入るかっていう意思を確認して、その後俺が社長に話して、これこれこういうわけでもう今後一人でやっていくには多分限界になっていく、目標を立てるんでいずれ人を入れなきゃいけないと思うんですけどみたいな、ああ話して、弟がみたいな。だったらなんかうちの弟もみたいな服すぎて、で僕的にもなんか赤の他人入れるよりやりやすいんでみたいな。ああ、でも そしたら僕入んないってだったら一般募集かけるって感じ。いや分からん、何も考えてなかったとりあえず。ああ、いやでも募集かけるのもちゃうかなと思ってたから、どっちかなんかあるんだったら俺から声かけるっていうスカウトじゃないけど。いや、募集は確かに地雷の可能性あるか。いや、だからなんかその募集を一個の企画にするっていうのも一個の選択肢としてありかなと思ってた。ああ、なるほどね。んー、でもなーみたいな。そうそうそう。それが今やこんなことになってるとはね。あの段階では誰も予想できなかった。いや、まあ、うん、どうなんですかね。え？いや、まあ、まあ、順調ではあるのかな、一応。いやー、感謝してほしいわ。だって、お前の同期の同じ年代のやつだってさ、泣いて取り消されてるやつなんて世の中にたくさんいるで。まあ、内定持ってたけどみたいな。
だから、仮にうちの会社入んなかったら、もしかしたらどっかの企業の内定もらってたかもしれんけど、そこですんません、内定取り消しです。可能性あったね。まあまあ、確かにそれはあったとは思う。そういう可能性もあった中で。そうですね。まあでもそれも、まあ、偶然、もうなんかその偶然が偶然を呼ぶというか。いいね。うん、誰も予想できないんで。まあでもその恩は忘れないでいただきたいという。いや、それは売り上げとかで、結果で返したいですけどね。そうですね。あんまり言葉だけ言ってもしょうがないんで。結果でしっかり、数字でしっかり返していただいて。うん。そこは、なんか、そう、ちゃんと形としてというか、やりたいなっていう感じですけどね。いや、ありがとうとかいらないよ。俺は。ありがとうとかいらないから。数字で返してください。うん、それだけ。ありがとうとかいらないんだ。うん、そんなありがとうありがとう言われてると数字で返してくださいっていう思います。常にね、やっぱ考えてね、やっていかないとあかんなっていう、こういう時代なんで。っていう感じですね。弟が最高の車用意して、弟がその車乗ってレース大会で優勝って感じが、だってその通り。そう、だから俺がレシーブ最高の、あ、最高のトスを、僕がアタッカーってことですか。そう、アシストしてってことですか。そう、俺が最高のパスを出すから。ファンタジストだから、やっぱ。最高のこうパスを。シュッ。いや、でも、確かに、これだけ一つのお店にな、お店にやっぱ鼻のある人間がいるってのもないわ。これは本当にあるか？ないんやろ。まあ、兄弟でってのはおもろいかもしれない。いやいや、それもあるしさ、それもフックだしさ。ないわ。話題性やっぱちゃうわな。頑張ってほしい。いや、そのつもりですよ。頑張ってほしい。頑張ってほしい。やるときはやんないと。いや、ほんまそうやで。したいことできないんで。ほんまに。ないよ。よく考えたら、ほんとそうだわ。ないで。何が？ヒカキン兄弟以来やね、これ。
結構おもろいと思うわ。そうそうそう。朝倉兄弟、あ、確かに。それだな。朝倉兄弟やな。確かに。朝倉兄弟系やな。それあるな。あそこも仲悪いってことじゃあ。いや、知らんけど、俺全然知らんけど、見たことないんで。なんだかんだいい関係。いや、なんか距離感的にはいいよね。いいと思う、俺は。やりやすい。やりづらさがない、やりづらさがない、俺的には。僕はやりづらいですけどね。僕はまだまだやりづらいですけど、ね、最初はやりづらいんでね。最初はやりづらいよ、そんなん誰だって。誰だってやりづらいんだよ。僕はまだ、ちょっと。ちょっとまだ。ちょっとまだ、ね。まだダメや、ね。いや、いいわ。別にお前多分一生はやりづらいと思うわ。多分、それはある、うん。やりやすくなること多分ない、うん、なさそう。ないな。ないな。ないな。それはないと思うわ。それ覚悟してた方がいいわ。やりやすさはないわ。やりにくさしかないっすからね。今んとこ。やりにくい、なんて言うんだろうな。やりにくい。いやでも常にやっぱ俺が正しい方向を示していくんで、これ方向性を打ち出していくんで。そう、まあ確かに。そうそうそう、何かやろうとした時に脳裏にいるもんね。あ、どういうこと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 。いや、だからなんか、なんだろうな、安易にできないというか、なんか、なんて言うんだろうな、見えないプレッシャーみたいなのがありますね、いつも。僕は。これで大丈夫かなっていう。ああ。うん。まあ、でもそれはいいんじゃない？まあまあ、そうだね。それ考える、考える、なんだ、きっかけにはなる。確かに。これで大丈夫かっていう。うん、ズバズバ言ってもらった方がいいよ。なんかそのさ、俺、兄松、弟松っていう言い方が俺結構おもろいんだよな。何それ兄松、弟松って。なんだよ、それ。弟松、兄松って。結構それおもろいよな。まあ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 。だから結局、なんかね、さ、その猫松とかも言い出してさ。なんだよ、猫松みたいな。猫松ってなんだよ。僕、この間、チャリ紹介したら、チャリ松っていうのができてましたけど。意味わかんねえんだよ。結構よくわかんねえな。まあ、でもね。まあ、でもね。ハウデイは絶対潰させないからな。ああ、それは言っとくわ。ハウデは 100% 潰させん。潰れたら無職になっちゃう。いや、それも俺も一緒やから。いや、まあでもグ、まあまあ、でもその危機感がないやつはダメだと思うよ俺。これダメだったら俺もう職失うっていうプレッシャーがないと無理だと思うわ。ああ、そう、それくらいのなんか危機感というか、それは、それはもうやっぱ持っとかないとね。飽きまへん。そう、兄弟して無職になるわ。兄弟して無職になるから。
しかも今無職になったら次つけないしな、きっと。つきづらいというか。そういうこと。次もないしな。そういうことです。いや、でも、なんか、時代的には、やっぱなんか、長野でやってるってのはいいわ。まあ、なるほど。うん。それめっちゃ思うね。長野でやってるってのはめっちゃいいと思う。確かに、東京は今結構みんな閉まってるし。いや、そうや。うん。確かに。確かにな。まあまあ、だから俺がね、俺が常に正しい方向性を示すんで。舵取りは任せましたわ。いや、舵取りもできなくなったら俺の存在意義なくなるんだ。確かに。舵取りもできなくなったらなんでいるんですかっていう話なんで。確かに、僕はどっちかっていうと多分推進力か。いや、そうそうそう。エンジンとして頑張ってもらわないと。うん、エンジンなんで。なんかクソみたいなコメントしかねえな。クソみたいなコメントしかねえ。トピックをください。バドワイザー美味しいよ。あ、あと2分で終わりますんで。いや、だからこれ俺の今のアイディアですけども、これアーカイブ残します。うん、これ俺 YouTube 上げるんで。ああ、なるほどね。次お前の方のでやって俺が乱入してる。それで、え、どういうこと？これ終わったら俺がやるってこと？で、それでやったら、俺の方1時間、お前の方1時間ってもう明日上げられるやん。あ、ガリさんお疲れっす。あ、お疲れ様です。リトルウィック、在庫消化率めちゃいいです。え、もう 20SS1 個もないよな。うん。別注のパンツが1本だけあるぐらい。それだけ皆さんよろしくお願いします。そう、今日売り切れました。そう。他は全部。そう。そうなんですよ、ガリさん。お疲れ、おかげさまです。そう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 。いや、どっちもいいっす。もう、これで俺はもう取れなかったんで、これで明日のネタにするんだ、これ。いや、こっから1時間きついよ、多分。まあ、確かにきついな。また楽しみだ。ガリさん、ありがとうございます。あ、今年もやれたらいいっすね。ガリさん、ありがとうございます。いや、こっからきついっす。あ、じゃあ明日これ僕の方のチャンネルであげるんで。